マジ本当は野手なんですけど、はい、中学高校とちょびっとピッチャーやってまして、はい、ちょっと投げさせたら、はい、ビタビタということで、ガチやばかったです。これ逆に投手の経験あんまなくて、あのピッチングなので、まあそうだね、ちょっと投手の訓練を積むことによって、あの本物のバケモンが生まれるんです。いや今のもバケモン級なのよ。そうですね、今の時点でマックス135とかなんです。あ、出る出る出る。カーブとスライダーがビタビタと、はい、今回チェンジアップとツーシームもゴリゴリに磨いてもらって、はい、ちょっと本当に本格的にピッチャー真珠を指導させます。よし、テンションがやばいですね、はい、試合も投げてるけど、はい、結構一流の相手ばっか投げてる。そうだね、でも防御率多分1点台か2点台なんで、まあそうだ、まあそんな取られてないもん、ほぼ打たれた、はい、ということでもう仕上げて、はい、大会までに、はい、でカツオとジュンとコバとエース争い、はい、じゃあ加わってもらいたいと思います。だいぶこれ熾烈、熾烈ね、熾烈ということで、はい、やっていきましょう。はい、それではシンジのピッチングやっていきます。俺の新品のミットがイカれていくぞ。お前のボール、やばい、体力やばない、やばい、しかもコントロールやばい、やばい、超よくやる、めちゃくちゃコントロールいい、なんかツーシームしたりまっすぐしたりしてるから軌道が分からない。お前 A 順だ、こいつ A 順だ、間違いない。あーえぐい、やばい、これいい、これいい、素晴らしい、ここにかけてる感じ。若干投げるときに、あ、こっちにやるの。普通のツーシームってこんな感じでしょ。結局縫い目が2本だからツーシーム、これより安定度も増すし変化もでかい。俺のツーシームもツーシームってか握りはシュート、これは。この鬼ツーシームヤバすぎる。待って、ガチ今のエグい、やマジ今のヤバいから、ガチヤバい、いや俺さピック持ってかれる、めっちゃ持ってかれる、はい、おー、はい、これはすごいよ。みんな、これやばい。シンジやばい、これ。終わり、終わり。ああ、やばい。ああ、やばい。ナイスワン。鬼。鬼だね。ナイスボディ、当たり前だろ、ありがとう、ナイスボディ、防具ない止め方じゃなかったおお、揺れてる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 、マジ揺れてる、あ、ごめん、ブレーキの効いためちゃくちゃ揺れるチェンジアップ、すごい、あ
フレームでやったんだけど、やっぱできねえわ。フレーミング？リプレイしたらもう。今多分普通目に投げてる。大げさに言うと、なんか本当こう投げてる感じ。ああ、全然。逆にすることによって、こうやって逆に言ったら、こう切りやすい。そしたらもう普通に瞬間で取って斜めに。これ覚えたらもう本物の化け物になる。確かにね。うん。ツーシームは普通にちょっと意識すれば投げれる。うん。これを本格的にこのシームからこう切り出すと、はい、本当こういう回転で進化してたまに、こういった、はい、これを覚えたらバケモン、それやってみて、やばいやばい、あーやばい、見てください、この進化、覚えたてとは思えない、この変化量、素晴らしい。今やばい、落ちてはないけど曲がりが、横の曲がりが半端ない。勝手にこうなっちゃう。もう右バッター完全どん詰まり。おお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 疲れ様でした。ありがとうございます。いやー、バケモンよ。バケモンまでだ。バケモンまで。いや、まあ、受けた見仕方もわかんないけど。えぐいよ。なんか、取ってて、やっぱ軌道が一番わかるんですよ。まあ、そうキャッチャーっていうのは。だから、どんな感じだなって打席のイメージもできるわけだけど、うん、こいつのイメージがもう、できない。打てそうになすぎて。そうそう。すればするほど、あ、これ絶対打てないわ。そう、まず打てないから。で、こいつがなんで打てないあんま打たれないのか分かりました、はい、これナチュラルで、こいつシュート回転してて、はい、球が若干ツーシームしてるんですよ。なるほど、ずらされてるんだ、勝手に。普通は130キロのピッチャーが意図してツーシームを投げて125キロのところ、はい、こいつストレートのつもりで投げてるんで130キロのツーシーム飛んでくるんですよ。だからそう、だから全然打てない。なるほどね。腕取りは何も意識してないけどね。そうで、それでいて、あのカーブとスライダーのキレの良さ、うん、これ打てないですよ。打てない。ちょっと変えたんよ、ピッチングを。あ、そうなの。すごいし、なんか動画で見て、ヤシ投げだったのね。こう、ここからこう開いて、肘が出てくる。なるべく、こう、ケツから。なるほどね。なるほどね。球持ちすごい長いなと思って。イメージで、かっこいいプロップを打ってました、今。球持ちが長い。球持ちが長い。で、見てて分かったけど、やっぱちょっと見づらくなってる。ちょっとね。なるほどね。ダイナミックにして、ここが長いから。マジでギリギリまで見えないから。それでなくなるんですか、あれでしょ。打てないよ、その球持ちっていうのは、まあ、この持ってる時間っていうね。そうだね。ここまでね、ここ。でもこういうピッチャーもいれば、シンジみたいにこう、ベローンとして、ボーンってくるやつもいると。球持ち長いほうが打ちにくいよね。いや、打ち絶対打ちにくい。本当に打ちにくい。バッターも嫌だもん。嫌だ、嫌だ。人間体的に連動した方が絶対球速いんですよ。本当はゆっくりしない方が球に力は伝わる。おでもなんかここでこうずーっと最後に一気にパーンってこう出すイメージ。だから体幹が強いんですよ。なるほど。体幹が強いからここに粘れる、うん、それを一気に力に変えれば、途中で教えたあの進化、うん、やばい、あれやばかったよ。あれや、右バッターのインコースは打てません。どん詰まりか、全部詰まる。シンジのマブの投球初めて受けたんですけど、うん、もう1、2球でもうこれ来たの。このまっすぐがこうなってんだったら、これかけさせたらもうやばい変化する。あ、そりゃそうだね。案の定、なんかこんな球ありましたね。すごいやったね。めっちゃやばい。こんなだったわけ。ガチでよかった。誰がエースとかね、大会直前まで、まあもちろん決まりませんので、まあそうです、はい、間違いない。ここから1月、2月、3月、はい、1月、2月の強化試合を得て、はい、エース勝ち取ってください。はい、です。それで皆さん、シンジのインスタグラムチェックしてみてね。俳優やってます、イケメンです。性格が悪いです。おいおいおい。それはお前だろ。お前だよ。ということで皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。
バディ化け物だー。